どうも、哲学とです。今回はですね、シーズン25全体の振り返り動画ということで、シーズン25の良かった点、悪かった点みたいなことをお話ししていこうかなと思います。まあ、シーズン25はですね、ソウルシャードという、まあ、デメリットもあるんですけど、まあ、火力がね、大幅に上がるようなメリットもある、まあ、ソウルシャードを、使った、シーズンだったんですけど、まあ、そうですね、ソウルシャードやっぱりデメリットがあるけど、まあ、メリットもあると。なんで、デメリットをいかに打ち消して、まあ、メリットを残していくかっていうところがね、結構そのビルドで工夫できるところだったんで、なかなかね、面白かったかなと思います。イシリアルはね、やっぱり、期間限定だけど、まあ、強化要素しかないっていうようなね、ものだったんで、まあ、あんまりこう、ユーザーっていうのかな、プレイヤーのね、工夫できる範囲ってそんなになかったんだけど、まあ、イシリアルはね、その、まあ、デメリットもあるっていうところで、そこをうまくね、なんていうか、補うところで、まあ、捨て振りとかね、そういうところで、まあ、工夫の余地があったと。まあ、それだけにね、結構いろいろ、そこに悩まれてる方も多くて、私もね、それに関連した動画なんかも出させていただいたんですけど、やっぱりね、こう、デメリットがある分結構、なんていうのかな。正直ね、最初の頃は、まあ、イシリアルに比べて微妙だなっていうところもあったし、まあ、ぶっちゃけね、最終的に、シーズン24と、同じぐらいまで、レベルを上げた状態での比較ですけども、比較してみると、まあ、イシリアル軍の方が正直ね、結果的にはいい部分もあったんですけど、ただですね、パーティープレイがとにかく強かったシーズンだなという感じがして、まあ、パーティープレイでね、シャード同時死の相乗効果っていうのはむちゃくちゃ、恩恵を受けられるんで、まあ、一周最後の方とかだと、4分とか3分とかでね、回してるパーティーもたくさんね、いて、私もすごく、レベル上げの時にとにかくパーティーを組むと、むちゃくちゃ、効率がいいなという印象を受けたんでね。まあ、パーティープレイの恩恵がすごく強かったシーズンかなっていうのが、今シーズンの、いいところですね。で、あと、まあ、なんていうのかな。やり込んだ層と、あとまあ、まあ、ライトに遊ぶ層、っていう意味で言うと、まあ、ライトな層にとっても、ランク3のね、シャードで、カルデさんの125がかけられるっていうところでね、なかなか私の視聴者さんなんかでも、今までカルデさん一度もかけたことがないですっていう人がね、まあ、カルデさんっていうものを、まあ、気軽にかけられるシーズンだったんでね、その、なんていうかな、カルデさんをかけることのそもそも、メリットっていうものをね、体験することができたっていうのはすごくね、いいところだったかなと思いますね。そういう意味ですごくライト層にも、いいシーズンだったとも言えるんですけど、結構ですね、ソウルシャードの自体のドロップ率だったり、あとソウルシャードを、強化するための、地獄の炉の残り火とかがね、意外とドロップ率が、まあ当初考えられてた、パッチノートなんかに載ってたような、アクトボスから、倒すと必ず出ますよとかで、ね、それほど高い確率じゃなくて、しかも難易度もね、そこそこ高い。まあ、GR で言うと90ぐらいからたくさんポロポロ落ち始めるっていうような印象だったし、まあ、報酬クエストなんかでもね、T16 ぐらいを回すようにならないと、なかなか下の方の層だとね、ソウルシャードと、あと、地獄の炉の残り火が手に入らないっていう感じだったんで、その、序盤からね、ものすごくその、まあ、運が良ければソウルシャード落ちることもあるんですけど、そんなに大量に落ちるっていう印象ではなかったので、ちょっとそういう意味ではね、そのシーズンもちょっとだけ遊ぶっていう方には、なんか少しね、恩恵を受けるまでの時間が長かったっていうところはね、まあ、少し、うん、ライト層にはちょっと、優しくないなっていうところは感じましたね。まあ、やっぱり、その、キャラクター作って初日にやっぱりソウルシャードってこんなものでこんな要素なんだよっていうのがね、まあ感じられるっていうのは結構大事だと思うんで、まあ、そこがね、まあ人によってはやっぱり初日には落ちなくて、何日かプレイしてやっとね、最初のソウルシャード落ちたとかっていう方もいらっしゃるんで、まあもうちょっとドロップ率高くしてもよかったかなと思うのと、あとやっぱりそうですね、まあ私とかも結構大量にやってる
方なんで、まあ、その層にとってはちょっとそのソウルシャード砕いた時にね宝石が出ちゃうっていうのは結構物足りない部分で、まあ、前回のイシリアルなんかだと、砕いた時にね、グレタリフトの要石なんかも手に入ったんで、まあ、あれはね、その、腐らないというか、消費アイテムなんでね、いくらあっても、まあ、なんていうのかな、損はないっていう感じだったんで、まあ、イシリアルの今ぐらいのね、ドロップバレンスだったら、砕いた時にね、要石も出ると、嬉しいかなーっていうところはあったんですけど、宝石もね、結局、大量にあっても、困っちゃうんで、まあ、カルテさんに使うつってもやっぱり限界あるんでね。あと、ドロップするのが、ランク1からランク3で、まあ、同じ特級だったんで、そこもね、ランク3で砕いたら完璧な宝石をもらえるとか、そういう感じでね、違いを出してくれたら、まあ、なんていうかな、ランク3に強化することに対してのメリットっていうのもあったかなと思いますね。まあ、やっぱり、カルデサが125でかけられるってのはすごく大きいんですけど、一方で、まあ、最終的に強くなっちゃったキャラクターだと、まあ、最初からカルデサ150でかけるっていうことが増えてくるので、そうするとね、ランク3シャードでを、保持しておいて、カルデサかけるっていうのはね、それほどメリットにならなくなっちゃうんで、まあ、よく砕くっていう感じだったんですけど、まあ、砕いちゃうとね、やっぱりなかなか、その宝石もいらなくなってきちゃってると、なんか要石の方が良かったなとかっていう気持ちもしましたね。まあただすごくね、この期間限定で火力が上がったり、まあちょっと変わった効果が、発動するっていうのはすごく楽しかったので、また違う形でね、こういったシーズンあるといいかなと思ってますね。シーズン26は、まあ、なんていうのかな、火力の強化というよりは、新しいね、エンドコンテンツの一つである、こだまする、悪夢というね、概念、要素が追加されるんで、まあそちらもね、何ウェーブ、生き残れるか、チャレンジする非常に楽しい要素になるかなと思いますので、まあシーズン26もね、また、詳しいことが分かり次第、動画をたくさん撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、シーズン26ね、やっぱり、デメリットをいかに打ち消すかっていうところすごくね、楽しい要素だったんで、まあ、なんていうのかな、今後もこういう、なんていうか、期間限定でできる強化アイテムみたいなのもね、出ると楽しいんじゃないかなと思います。いやあ、で、ちょっとね、前に、アイテムプレゼントしますっていう動画を、上げたんですけども、普通の宝石ですね、に関しても、まあ、ちょっと結合させるとこまでは行ってないですけど、もし欲しい方いらっしゃったら、私も、捨ててしまおうかと思ってるので、お譲りしますので、ぜひね、気軽に、声かけていただけたらなと思ってます。どうも、今回、動画、もう動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。